今日午前、福岡市早良区のホールで夢見る子ども基金のイベントが開かれ、全国から小中学生などおよそ60人が参加しました。子どもたちは講師から指導を受けながらキットを組み立ててロボット作りに挑戦しました。こんな体験初めてなので楽しいです。難しいけれど作った時の達成感がすごいと思います。1995年に福岡市で設立された夢見る子ども基金は、歯科医院などから集めた治療用の金属のリサイクルで得た資金で、子どもたちの夢を実現するための支援活動を続けています。